風化、または風化作用とは、地表にある岩石や鉱物が変質、または分解する作用のことである。風化は、主に物理的風化、化学的風化に分けられるが、生物風化を含めて3つに分類することもある。地球上の岩石の95%は8種類の元素から構成されており、風化作用は、化学反応によって岩石に含有されているナトリウム。 カリウム、マグネシウム、カルシウムが除去され、ケイ素、鉄、アルミニウム、水が増加する現象である。物理的風化と化学的風化は別のプロセスとして考えられているが、実際の風化現象では、化学的風化が先行し、風化の最終段階として、物理的風化が発生する。また、植物の根から分泌される化学物質が、 岩石に作用することによって進行する生物風化や岩石から塩類が溶出し結晶化することで進行する塩類風化も科学的風化の一種とも言える。風化作用は地形プロセスの第一段階である。風化は侵食を起こりやすくさせ侵食開始タイミング、侵食速度に影響を与えていく。宮崎県の賃貸で見られる鬼の洗濯板。 間室風化の影響で霊岩部が再変化され、波による侵食を受けて地形が形成された。物理的風化、または、機械的風化は、温度変化や、氷、塩類の存在によって岩石が破壊される、風化のことである。以下の作用の連続により、岩石が破壊されていくことから、疲労破壊と考えることが可能である。物理的風化は、ジョニ作り用、熱風化。 間質風化、塩類風化、凍結風化などに分類することができる。ジョニ作り用は、岩石の上部にあった物体が除去されたことによって、生じた風化であり、岩石界の膨張に伴い亀裂が成長し、節理が作られる。ジョニ作り用により形成されるものの一例として、シーティング節理が挙げられ、加工岩ドームの表面などで確認できる。熱風化は、 岩石の加熱膨張、冷却収縮の繰り返しによって生じた風化のことである。加熱膨張の原因として、日射のか火,火災や爆発なども挙げられる。日射による加熱に起因する場合、すなわち昼間の日射による加熱膨張と夜間の放射冷却による収縮の場合は、日射風化とも言う。ただし、1936年に、 DT グリーグスが加工岩を使って200年間に相当する日射を人工的に再現した実験によれば、日射の熱だけでは風化は進行せず、水分を加えた条件下で風化現象が見られたことから、太陽による熱は風化を促進するものではないと結論付けている。間質風化とは岩石が吸水。 乾燥することで、膨張と収縮を繰り返して起こる風化であり、スレーキングとも呼ぶ。例えば、鬼の洗濯板と呼ばれる地形は、乾湿風化に伴う地形の一例であり、破色棚のオーブの実が塩の満ち引きに伴って、乾湿風化を受けたことで形成された。他にも、風道も乾湿風化により作られた地形である。塩類風化とは、塩類による風化のことである。 乾燥地域における蒸発岩の形成に伴うが、寒冷地や海岸でも塩類風化は発生する。要因としては主に、塩を含む溶液での塩類の結晶成長時にかかる圧力が上げられる。塩類風化により形成される地形として、タフォニア、ハチノス構造、蜂食ボが上げられる。凍結風化とは、寒冷地で発生する物理的風化で、 凍結による水の体積の約9%の増加や凍結時の吸水で引き起こされる石質氷結により岩石が破壊される。中国経林で見られるタワーカルスト地形。科学的風化は水などが関係した化学反応によって岩石が分解、溶解する風化である。高温で水分量が多い地点で科学的風化は活発となる。なお、 岩石の風化に伴い、水の水質も変化する。科学的風化の生成物が安定な粘土鉱物で、あることから、科学的風化を、岩石の粘土化の途中過程と考えることができる。科学的風化は、溶解、酸化還元、水は、加水分解などに分類することができる。造岩鉱物の多くは水に溶解するが、この作用は、石灰岩で明瞭であり、 科学的風化の速度が最速なのも石灰岩である。石灰岩の溶解で形成される地形としてカルスト地形が挙げられる。自然界における酸化は酸素供給量の多い場所で水素とに酸化炭素が岩石に含まれる鉄とマンガンのア酸化物と硫化物に直接、もしくは弱酸性の水として作用することで進行する。科学的風化の代表例である。 鉱物が水と反応し体積が増大することにより風化が進行する。水和の繰り返しにより岩石は脆くなるが、破壊力は化水分解よりも小さい。水に含まれる水素イオンと造岩鉱物中に含まれるナトリウムイオンやカリウムイオンが交換されることにより風化が進行する。生物風化は動物や植物、微生物に起因する風化のことである。 生物風化は物理的なものと科学的なものに二分することもできて物理的な生物風化として植物の混圧に起因した岩石の破壊などが科学的な生物風化として生物由来の酸に起因した鉱物の溶解などが挙げられる科学的な生物風化は植物の根から分泌される水素イオンと鉱物内の塩基の交換や 生物の意外から発生する弱酸性溶液によって促進される。岩界や地層の設理沿いの角が連続的に風化が進行する現象。玉ねぎの皮のように風化が進み、内部は球状に母岩が残ることとなる。玉ねぎ状構造、球状風化とも呼ばれる。球状風化は一部の加工岩類で顕著であり、内部に残った球状の母岩はコアストーンと呼ばれる。 ありがとうございます。